行くぞ行くぜ。そういうのがダセっつってんだよ。チェンソーセット、レッツゴーオン。爆竜チェンジ。でもこれね、俺聞きたいのが、まあ聞きたいっていうか、なんか皮肉だなって思ったのが、最初にあの爆竜たちが大のアースからアナザーアースに来て、で街を荒らして、荒らしたで龍河が犬をね取りに帰ってってなった時に、ティラノにねバーンと暴走ティラノにやられて死にかけたところを助けたのは中台美琴先生じゃないですか。なんで知ってんのそれ。あれそれ裏設定じゃなかった。いや違います、ちゃんと出てた。出てます。すごいね。え、それ知ってると多分ファンの人ほとんどいない。いや、いや、ね、知ってるかな。知ってます知ってます知ってます。結構裏設定だと思うよそれ。いや、であ、違うんだ。いや、これはちゃんとそう、そうなんですよ。公式でなんかちゃんと出てる。はい、出てます。で、これをね、助けたのに殺しにかかるっていうのが、その時どんな気持ちでやってたのかなと思って。どっちでもよかったんだよね、多分。あ、そう、なんかそんな気にしない、なんか、うん、楽しければいい。もう最初のね、敵になる味方になるっていうのはもう完全に自分の遊び、まあ本当ゲームって言ってたんだけど、本当ゲーム、ゲームの一環だから。アバレンジャーがあのデズモゾーリア側が強ければアバレンジャーにつくし、アバレンジャーの方が強かったらあのエボリアにつくしみたいな、この三角関係をなんか多分均等にしたかったというか、より面白く、強い方についたら面白くないじゃんっていう原理だ。連邦対ジオン対ネオジオン軍みたいな、そういう形なのかな、もしかしたら。そうそうそう。龍河からするとね、やっぱ命の恩人だから攻撃とかもしづらいし、なんか変わってほしいなっていう気持ちもそうだし、最後の方で、俺は世界を救えても、ね、中台先生がいないのは違うと思うみたいなシーンがめちゃめちゃ刺さって、あれはめちゃめちゃ見てくれてるね。良かったです。ありがとう。まあ龍河のことはね、まあ中台美琴はすごい好きだから、はそういう気持ちになったのかな。その当時どうだったんだろうね、なんかあんなに刺さらない仲良いことって何なのって思いました本当に。もう確かに楽しいことが大好きで、ずっとそのことばっかり追い詰めて、でときめきを追い求めてきたっていう結果は確かにあったりとかするんですけれども、でもいくらデズモゾーラが中にいたとしても、なんか仲良いことって自分が動いてるっていう風に言ってたけど、結局は、そういう風な運命に巻き込まれていく、そうだねっていうのが、ちょっと切ない、かわいそう、かわいそうだよね。だから結局自分の意思でやってると思いきや、デズモゾーリアの意思にやっぱちょっと流されてる、まあ、レールじゃないけど、まあ自分はある程度動けるけど、ある程度のレールの中で、デズモゾーリアの敷いたレールの上で踊ってたのかなっていうのはあるですよね、中台美琴は。だから多分感情とかも、もしかしたらそれで現れなかったりしてたのかもしれないし、そうだから最後の方とかで、あのようやくね、自分がそういう運命に気づいてから、ちょっとずつ感情を出していくじゃないですか、そうそう。で抗おうとするんだけど、やっぱ結局抗えなかったところも、抗おうとして抗えたんだけど、でもやっぱ中にいたんだよね。だからそこでの俺セリフとかで、この俺がゲームの駒に使われてたとはなっつって、ここでめっちゃ感情を出して爆竜チェンジがすっごく良かったです。あれなんか、目のカットインするところ、あ、違うか、そこじゃないか。いや、結構大きかった気がしますね。そうだよね、はい、いや、だからその前にもトップゲーラーが、私はあの人間を見捨てることができないみたいなのがあったりとかして、でも47、8話って正直、このアバレンジャーが大好きな人からすると、結構ここに中台美琴のいろんなものが伝わってて、いろんなことをここで中台美琴のことを知れて、魅力も知れて、ああこいつ死んでくんだろうなみたいな、なんか思いながら見てるシーンだと思うんですよね。だって最初から言われてたじゃないですか。あ、そうだね。ダイノマインダーは、ね、これもうこれ0号なんですよ実はね。暴れキラーっていうのは実は試作タイプのプロトタイプで、あまりにも強力すぎるから破棄されたスーツを中台美琴がつけて、で命を削りながらっていうシーンで、あと 2,3 回変身したら爆発するよ、で爆発したら東京を吹き飛ばす威力ですもんね、あれね。なんで知ってんだよね。知ってますよ。そうで、スーツ自体もすごい、ものすごく火力はあるんだけど防御力はね、ないんだよあれ、あのスーツは。あ、
そうなんですか、防御力ないんですよ。え、ないですかあれ。あの本に書いてあった、子供の本子供のアバレンジャーの本に、うん、そうなんだ。そう、プロトタイプだから攻撃力がすごい強いけど防御力がないからこの鎧がついてるんだって、一人だけ。そういうことなんですね。確かにみんなこれめちゃめちゃ強いらしい。防御力が多分70ぐらい上がってんじゃないかな。なるほど、確かに10レンジャーで言ったらドラゴンアーマー的なね、アンクが強いのかもしれないんですね。20周年新作のそのオファーの時の心境というか、死んでるわけですから。そうだね、はい、でもあれ何年前だ、20周年前って。20年前ですね、うん、はい、20周年、20年前です。お母さん20年前です。そうか、はい、20年前、20年前に俺オファーもらったんだ。いや違います、違います。あ、そうか、20周年のオファーの話か。そうそうそう、やべえ、これ俺が間違えた、やべえ、すいません、間違えました。あ、いいよ、すいません、今俺が間違えました。あ、大丈夫大丈夫、はい、あ、何年ぐらい前だろうな。最近だろ、最近だろ、最近だろ、え、最近だろ。いや、やめて、知恵がないじゃん、知恵がないじゃん。これ言えないよ、そんなの。富田翔、言えないよ、言えこれあれね、ほんとアバレンジャーメンバーって楽しくて、うん、あのね、適当にやっててもなんか2人のツッコミで成立するからね、楽しいんだよ。そうですよね、楽しいの。そうですよね。だからイベントとかもさ、結構台本とかがあるんだけど、はい、なんか読まないで行っても大丈夫なんだ。言ってました、うん、エミポンが、うん、もうここ飛ばしますって言ってました。そうそうそう、エミポンね、本当ちょっと本当にたまにちょっとイラッとしてるからちょっとたまに本当にイラッとしてるとごめんねって思う気持ちと、あのこっちが楽しみたいっていう気持ちが切磋琢磨して楽しみたいっていう気持ちが勝っちゃう、いつも。なんかエミポンさんが最後言ってたのが、うん、もう40代のこんな大人たちをまとめるのが大変って言ってました、うん、大変っていうか、もう大変なのがもう嫌だって言ってたね。そう、もうしっかりしろお前らみたいな。そうそう、おのおのでしっかりしろみたいな。そう、おのおのでね、うん、はい、だからちょっと今回のその心境の話なんですよ。うん、あ、そうね、オファーもらった瞬間、はい、でもそもそもね、10年前も話あったから。あ、そうだ、そう、聞いたことあります。幻の、そう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 、10年前も話あって、10年前はまあ、光一郎さんも動いてたけど、一番やっぱりエミポンと翔さんが動いてて、いろいろなんか話し通してて、でなんでダメだったのかな、わかんないんだけど、まあなんかダメになっちゃって、はい、で20周年も話が来てて、で今回は光一郎さんが結構引っ張ってくれて、まあプロデュース陣に入ってたのかな、一員として、はいはい、でそれで脚本もなんか一緒に多分入ってて、でも一回ね、話がちょっと止まっ停滞した時があったの。怖っ。しかもね、半年ぐらい長っ、うん、で小一郎さんこれで進めときますって言って、半年ぐらい止まって、あ、これはさすがになんかまた無理なのかなと思って、うん、でもまあこっちがどうなりましたって聞くよりかは、ま、待ってようと思って、そしたらもうやることになりましたって言って、そっから話がもうポンポン進んで、あ、よかったと思って。じゃあちょっと一旦危なかったですね、一瞬、うんうん、でもやっぱ嬉しかった。あ、うん、そのまあやっぱ自分がどう復活するのかもあったけど、やっぱアバレンジャーっていう作品をもう一度やれるっていうのがすごい嬉しかったし、うん、でみんなすごい楽しそうだったし、うんうん、やっぱみんな楽しそうだなのもすごい嬉しいし、伝わりました。そうそうそう、はい、めちゃくちゃ ねやれるぜみたいな、もうカオルさんなんてさ、もう超ハイテンションだったからさ、そういうのを見てなんかすごい楽しかった俺は。うん、あ、よかったと思って。いや本当に見ててやっぱこっち側もすごい楽しかったですし、うん、なんか終わった後の喪失感の方がでかかったですね、正直。あ、暴れロス、いわゆる暴れロスあるね。なんか俺らも、もうイベントがこんな楽しいって思わなかったから、うん、なんかその当時、まあ、全力投球してたんだろうけど、イベントとかもなんか全力投球の具合がやっぱ足りなかったなと思って。いやでも正直、うん、まあ、こっちから見てたら、うん、あの大会控えてる田中幸太郎さんがあんなにはしゃいでて大丈夫かなってのはちょっとありまして。大会控えてたよね空手の、うん、でめっちゃでっかい大会控えてたじゃないですか。まあ、結果でも優勝されたじゃないですか、うん、でもその前にめっちゃはしゃいでて、この後大会あるんでね、うん、大丈夫ですかみたいな、うん、ボールってさ、壁に投げるとさ、はい、やっぱ弱くやると弱く返ってくるじゃん、はい、強くやると強く返ってくるんだなっていうのが今回本当に分かった。あ、なるほど。一生懸命やったというか、もう全力で楽しんだの、おっさんが、はい、もう40になってすごく楽しんで楽しんで楽しんだら、お客さんもすごい楽しんでくれるなっていうのが分かって、それが
さらにこっちも楽しくなって、うん、もう相乗効果でどんどん、うん、楽しかったなと思って。いやめっちゃいい形のだから20周年でしたよね。そうだね。だから逆に僕10周年やっぱやらなかったからこそ20周年を楽しみにしてたお客さんたちがたくさんいて、うん、っていうやっぱその10年間のこの空白っていうのはちょっとあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。かもしれない。もしかしたら復活するって聞いた時どう思ったんですか、うん、最初はねどうやって復活するのかなと思って。あだから夢落ちにすんのか。ああ夢あったわ。うん、なんかそれとか、あとなんか復活するのは次元の違う中台美琴みたいな。ああパラレルワールド。そうそうパラレルワールド的な。はいはい、そういうダイノアースとアナザースってはあるように。あそう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 。なんか違う時間軸の中台美琴が来るみたいな。でもそうするとアバレンジャーと出会ってなかったりするから、それはそれでややこしいなとか。そうなんですよね。この20周年の新作で、うんうん、暴れキラー復活のシナリオをちょっとお聞かせください。今だよ今だよ後じゃない後じゃない今だよ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん今ですよ。今ありがとう。冷凍保存してたエボリアンがアバレンジャーの遺伝子を持ってて、アバレンジャーの遺伝子からちょっと暴れキラーの遺伝子を切り出して作り出したっていう、結構トリッキーな今回設定だったから。だから生き返るじゃないんだよね。だからクローン、そうそうクローンはクローンなんだけど、まあ、さっきも言ってた通り、まあだから40話ぐらいの暴れキラーだったのかな。体自体はもう48話の多分最後の方、そう最後の方の暴れキラーなんだけど、多分記憶はちょっと飛んじゃって、ちょっと遡ったんですね。そうそうそう、はい、でやっぱ暴れんじゃーとねやっつけてて、うん、でやっぱリョーガに対してリョーガの熱い思いでこの多分7話分の記憶がぐーっと蘇ってあの仲間になったって感じなんだろうね。熱苦しいよ。そうそうそう、リョーガ、あーよかったあれめっちゃよかった本当に。なるほど、ちょっと BL っぽかったけど。いやでもよかったですね、はい、それでもね、うん、本当にこの撮影時のやっぱ思い出、うん、やっぱこれ多分みんな聞きたいと思うんですよ、うん、特になんか印象に残ってるところだったりだとか。20周年とか、はい、20周年、うん、毎日終わ毎回終わって飲み行ってたな。こんなにみんなで飲み行くことないなかったなと思いながら、やっぱあの当時もこうやってもっとコミュニケーション取ってた方が良かったなとか、こうちょっと後悔もありながら。あなるほど、なんかもうなんかみんなでこうやいのやいの言いながら物語っていうか作ってもその当時も良かった。まあでも暴れキラーだったからでもどうなんだろう。いや難しいですよね。もし20年前に今くらい仲良かったりとかしたら、うん、ちょっとまた違う仲良いことになったのかなって。もうちょっとそうだよね、なんかちょっと、なんかもちろん役だから、うん、役をやるんだけど、うん、でもちょっとあれって冷酷で、うん、なんか徹しなきゃいけない部分がやっぱあるから、まあだからリアルにちょっと距離があるぐらいの方が、うん、まあその当時はもしかしたら良かったのかもしれないし、やりやすいですよね、うん、本当に。いやーそうか、今回思い出としては、まあ、本当にね、伊藤さんと伊藤愛子さんと会うのも本当十何年ぶり。ああそっか、そうアバレンジャー終わってから舞台2回共演してて、はいはいはい、で共演自体は多分一番してるはずなのに、そっからはもう全く会ってなくて、で浩一郎さんとはまあ何回かちょくちょく会って、うん、だからほんと久々だなっていう気持ちが強い。なるほど。でやっぱ変身する瞬間はマジでめちゃめちゃ楽しかった、うん、あれがやりたかったと。なるほど、うん、よかったですねあれもね。みんなで「おっレジェンジ、これこれもやってましたもんね。そうそうそう、ね、それがねやりたかったから。いやあれも、うん、これね20周年まだ見てない方は、うん、20話を見てからこれ見てほしい。あ確かに皆さん何度も言います、11分50秒のところで、うん、ゆうが元気爆大暴れのところで攻撃して、そういうのが出せってんだよって言ってたあの中台美琴が、うん、今回ね、うん、逆にあこうなるんだって思いました。思うよ思うよね、あれはやってて楽しかったよ。いやね、うん、そこの設定引き継いでるから面白いですよ。あれエモいよね。エモいっす、エモいよね。あれはうわマジかみたいな。まあでも本当にエモい。なんか本当にそのなんか CM に入るあのアイキャッチだったり、なんかああいうくだりとかも入ってたり、うん、エンディングのところもなんかエンディングの作り方もやっぱ木村監督がやっぱ本当あの当時のアバレンジャー好きだったからっ
ていうのがすごく良かったんじゃないかなって思う。木村監督の愛が溢れすぎ て、そう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 、本当に、うん、そう、やっぱり最初のオープニングでこうやって、うん、正義の名を言いますのは誰だ、ところで、うん、もう、うん、と昔のやつと今の顔とみたいな、めっちゃ良かったです、あのね。まあ、やっぱ木村監督じゃなきゃ成立しなかったなと思って、うん、で10年前も浩一郎さんがもう木村監督に木村監督にって言ってて、言ってたんだ。で今回も木村監督に木村監督にって言ってて、なんかで木村監督のスケジュールが無理みたいな話もどっかであって、へー、でもそれだったら浩一郎さんやらないって言ったの。なるほど。木村監督じゃなきゃやらない、うん、でも俺はその思いがすごくドンピシャにハマったなと思ってて、だから今回は、まあ、成功したのはまあ、結構浩一郎さん の功績がすごく俺は大きい。いや、めっちゃ大きいですね、うん、正直。いや本当に、しかも物販とかもなんかいろんなねことやったりとかも、そうそうそう、すごいなんかいろんな試みやって面白かったですよね、うん、はい、今回、中田美琴役、田中幸太郎さんの方に来ていただきました、はい、貴重なお話本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゴーキメイクぜ。これ本編ではちょっと乗っけられなかったんですけど、うん、ぶっちゃけ20周年であの暴れキラーがめちゃめちゃ面白くやってくれたなって思って、最初はね、くだりもあったの。え、マジっすか。いや、これめちゃめちゃすごい裏話ですね、うん、これ。ちょっと本編には乗っけられないやつだけど、チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。